はい、こんにちは、カズボウです。転生作品の続きをやっていきたいと思います。とりあえずね、いろいろイベントがあって、あとはあの祭りをやるって言ってたんでね、やっちゃおうか。これ何なんだろう、まだイベントいっぱいあるんだけど。誰だろう、 あ、そっか、神様か。この寒々しい峠が何とも賑やかになるもんじゃ。頂上から麓周辺まで都からいろんなお店が来ていますわ。この日のために兵も借り、簡単な宿まで建てたのですよ。なんとる気回し、さすがは心は我が親友。5歳だったか、神様。はいよ。あ、星物にが手伝うか。神様は祀られる側だから、今日だけは貸しいだらダメだでば。そうは言っても、なんだか手持ちこそかでの。変わりましたわね、さくらさん。退屈嫌いは昔からではないか。ゆい、ちょっと来てくれ。落ちるまでには家の前に来らい。それまではゆっくり楽しんでていっちゃ。見るでろこっちもあっからって。これが都の神々か。好戦的なものともしかいないと思っていたが、そうではないようだな。確かにこの島に来ていたのはカムヒスキー様が差し向けた兵ばかりだったはずだからの。考えてみれば、好き好んで戦う神はむしろ少ない。皆お主が何者かも気にしてはおらんようだしな。でもならば我もよく確かめず襲いかかるのはやめよう。そんなこともあったの。あはは。最初そうだったね。オラたちも神様になるって心は様が語ったけども、都の神様って変な人ばかりだね。変な人。神様ってのは物みてえなものもいるんだな。こいつら素材にできねえのか。やめんかバカもん。あ、冗談に決まってるでねえか。まことかの。ああ楽しい、楽いいね。さすが心様、楽しい飾り付けでございまする。このように華美な装飾は麓のようでは見られませんぞ。うん、私はお茶が大好きです。旅の中でもいろんな国のお祭りを見ましたよ。この峠がこれほど賑やかなのとは、竹指様と岩穴様がご覧になったら何とおっしゃいますかな。さて、ん、日が落ちるまでに家に戻れとゆいが申しておったな。祭りを完了した。え？また噴火したけど。お姫様。落ち着け皆の者は。心乱すのも無理はない。あの山の炎こそかつて三柱の都にまでその名を轟かせた悪神大水地によるもの。奴は我が父たけるびによって打ち倒されてから長きにわたる地中に潜み再起を伺っておったのじゃ。そうじゃ、今まさに大水地はよみがえった。そしてためにためた力でこの日の絵を蹂躙し都にまで攻め入るつもりであろう。しかしそのような不埒な望みが叶う
ここにこのわし、あの偉大なるたけりびが娘、さくな姫があるからじゃ。わしとて都におった頃のわしではない。ここで育てた米が、それを認めてくれた皆の心が、このわしに力をくれる。米はわしの、いや我らヤナト族の魂にして力の源。その熱き思いをこの星玉の農具に乗せ、これより大水槌を打ってまいる。で打って、あ、いけねえし。え、打って参るって、イベントあんだけど。ひとまずはこれで終わりなんかな。なんか麺を手に入れるとかなんかそんなんやってないけど、あとミルテの料理も食べてないしね、ベンタニアの。長月多いし無名その3。大水槌倒す、マジか。まあ、いいや、やっちゃおう。あと残り、まだね、多分できてないものとかあるから。あ、それでセーブしてから行けってことか。まあ、強いよね、他のイカジュール。あ、でもいけんじゃない？十分強かったから。あの貝殻みたいなやつとか倒せないもんね、だってまだ。じゃああそこだ、天返しの宮だっけ、あそことかもいけるぐらい強くしないとダメだね。
とりあえずここで終わりなの分かった。やっぱ全部やってから行った方がいいんかな。こっちじゃないの？どこ？こっちか。ソーセージの葉。ちょっと待って、どこ？この下？道がないんだけど、どこ？こっちか。どこだ？これさっきのところだよな。で、行けるようになってる、どっか。あ、下に降りていくんだろうな。
セーブはできんだ。なんかあれだけど、だいぶなんか創生の葉がさあ、そうだわ、あ、なるほどね、あれを取って強くしていけたらしい、いろいろ回った方がいいってことだ。あ、ここに入るんだ。だけど、あ、入っちゃっていいか、長えな、全部。お、神武来た。こんなところに結界じゃと。かがり火による結界術。これは紛れもなく。この父上が。昨日今日作られたものではありません。ずいぶん時が経っているようですじゃ。その訳は考えるまでもございませぬな。豊花様のご出席は。大水締めの仕業とお考えになり、この地に戦いに赴かれたのでございましょう。幼いわしも何も告げることなく、
おそらくここが体を休められる最後の機会。この結界使わせていただきましょう。なるほど。ということで今回ここまでだね。まだねイベントあるんだけど、とりあえず全クリなんじゃないかな、次とかで。で、終わってやってないとことか、あと多分やり込み要素まだあると思うんで、トロフィーね、全部集めるとかね。だからそこら辺はちょっと番外編でやっていこうかな。はい。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。